野村古道千草君しばらくここへかけたまえ普段あまり人が来ないから掃除は行き届かないがその代わりこの辺りなら決して話を人に聞かれる心配はない。 私のために旧藩主にあたる元伯爵鵜原光江氏は存在が通り者の顔を和らげて広大な庭園の奥の洒落た吾妻屋の中に私を導き入れました真ん中からきれいに分けた毛いくらかごま塩になりましたが血色の良い見上げるような若い頃美男で鳴らした面影を十分にとどめておりますそれにしても、 その天霊な顔をねじ曲げるような不安とも奉納ともつかぬ不思議な表情の往来するのはどうしたことでしょうどんなお話ですか伯爵こんな場所へ引っ張ってきたらさぞ不思議に思うだろうがこうでもしなければ私はどうも安心して話ができないぐさ君君は私と旧藩の関係はあるが 公人としては東京第一という敏腕な新聞記者だ私の話を聞いたらその中からきっと事件の核心をつかんでこの私の不安を一掃してくれるにそういないお言葉ですが伯爵私は関東新報の社会部長をしているだけで決して敏腕な記者でも何でもありません10日ばかり前 お屋敷の書生さんが変死されたということですがそんな事件に絡んでの問題でしたら警察の方へおっしゃって然るべき専門家に探索してもらいなすった方がよろしいかと思いますがご忠告はありがとうしかし私のこの不安や悩みは警察当局はもちろんのこと素人探偵の耳にも入れたくないほど重大なことなのじゃいわば 私の恥だからな。伯爵の容易ならぬ顔色を見ると私はそれ以上耳を塞いで逃げるわけにもいきませんとにかく承りましょうその上で私の力に及びませんようでしたら何とか他の方法を取っていただきますそれは言うまでもない2二人は東屋の粗末なテーブルに対して 一段声を落としましまた。原生林をかたどった深い木立ちが吾妻屋の三方から迫って一方は緩いカーブに開けておりますが林も藪も非常に厚く人間の忍び寄る隙間などはとてもありませんの死。十日ばかり前 所生のオーカーというのが場所もあろうに私の書斎俺は仕事をするのに気が散らないように私の好みで特別に小さく作らせてあるがその中で死んでいたのだしかも朝の9時頃で私はブラブラ食後の散歩をしていると家の中が急に騒がしくなったから 驚いてこの庭口から帰ってみると書斎を掃除に来た女中が発見して大変な騒ぎになっていた君も知っての通り私の小さい書斎はこの庭に面して一つ出入り口がついている私がそこから散歩に出たのは騒ぎのあったほんの5分ほど前だから私が庭へ出ると同時に 反対側の廊下の入り口から大川が入ったにしても、書斎の中には5分ともいなかったはずだ。それがどうだろう。医師の診断によると、死因は炭酸ガス中毒というではないか。そんなことがあるものだろうか。もっとも、私は干渉で朝のコーヒーは自分で入れなければ承知しない。その日は春といっても少し薄寒かったので、 コーヒーを入れた後のガスストーブをそのままつけっぱなしにしていたことは事実だ。しかし、そんなことで炭酸ガス中毒を起こすものなら、あの書斎に住んでいる私は当の昔に死んでいなければならぬわけだ。医師がそう診断して誰も疑わないものを、私はそれ以上かれこれ言う必要もないようなものだ。がどうも私には腑に落ちないことがある。 チグサ君、これは誰にもまだ言わずにいるが、実は、一週間も前から、あの事件は予告されていたことなのだ。予告諸生さんが死ぬという予告ですかいや、諸生の大川は誤って死んだのではなくて、私と間違えられて殺されたものらしい。予告は、 私にだけわかるような一種の形式であの日私に危害を加えるということが書いてあったのだ何かお間違いではありませんかいや断じてもう少し詳しくお話しください予告の文句は非常に簡単だが私に復讐するという意味には寸胞の疑いもない 見たまえ、これが大川が死ぬ一週間前に私が受け取った予告だ。白尺の手から受け取って明るい午後の日の光で読むと、ごく粗末なカードに非常に拙い字で、二十三年目の三月三日、死をもってあがなえ、という十六字が二行に書き流され、 別に白の宛名を書いいた安い西洋封筒があります誰でも気のつくことですが念のために化身を見ると「明瞭に東京中央」とあって封筒の文字も中のカードの文字も郵便局備え付けの非常に粗末な墨汁を使って書いてありますどうして書生さんが死んだ時これを警官へお見せにならなかったのです そう言われるとまことに恥じるがそのカードはどうも人に見せられないそれはどういうわけです何もかも言ってしまおうこういうわけだしばらく躊躇した伯爵は思い切った様子でまた話し始めたその「23年前の3月3日」という文字には重大な意味がある。 他の人が見てはわからんが、私が見ると、それだけの文字が一つ一つ茨になって、私の心臓を差し貫くような気がする。恥を言わなければわからんが、その日私は、一人の女を葬ったのだ。葬ったというと語弊があるが、死さえって捨ててしまったのだ。 今となっては後悔もしているが、その時は青年の活気で、女一人の無苦労を横たえるくらいのことは、何とも思っていなかった。簡単に言うと、海原伯爵家の次男に生まれた私がある許されない女と神戸へ逃げて書体を持っていたことがある。一時は愛しも愛されもした女だが、 境遇が悪かったか、それとも遺伝のためか。神戸へ行ってから重傷のヒステリーにかかって、どうにも手のつけようがない。つくづく困り抜いているところへ、折も折、東京の海原家から跡取りの兄が死んだから、早速私に帰ってきて相続をしろという使いだ。貧苦には疲れきっている私だから、 すぐにも飛んで帰りたいがその時同棲していた女が一緒では親類や母親の手前東京の本家へ帰るわけにはいかない仕方がないからまるで着ぐるいのようになっている女を捨てて私は永久に神戸の仮住まいから姿をくらましてしまったそれがちょうど23年前の3月3日であった 私は知っての通り用心深い性質で女に自分の本当の素性を明かさなかった。そのためにそうでなくてさえ気の変になっている女は私を追いかけてくることさえできなかったらしい。その後女はどうなったか知らないが、とにかく女のことではあったが私も自責の念が年とともに強くなっていくから、 二十三年前の三月三日という日を忘れようとしても私は忘れることができなかったのだ。その夫人が伯爵の素性を突き止めて二十三年後に至って復讐を計画したとおっしゃるんですかそうでも考えなければ他に考えようがないではないか そんな小説のようなことがこの世の中に実際あり得ることでしょうかさあそれを君に鑑定してもらいたいのだとにかくそんな事情であってみればこのカードを警官に提出してこんなわけと打ち明けては言い難い伯爵の恐れるところも対面を極端に重んずる大名家族としては 無理のないことかも分かもりません。で処生さんの死体には他になんか異常はなかったでしょうかない何にもない炭酸ガス中毒を起こした人の特徴だそうで死体の血色が非常に美しくなっていただけのことだ死体があんなに美しい血色をしているのが不思議なので。 その点だけを私もよく記憶している。凶器とか特別の器具とかはありませんでしたか何にもない。外から入った形跡はそれもありえないことだ。庭の出入り口の前には私がいたし、廊下の方にはあのお天場の姪の A 子と、家政婦の加賀美という女が話をしていたそうだし、 窓はあの通り高いからまさかあれへ飛びついて入るわけにもいかないするともし殺されたものとすれば部屋の中で絶対に見えない空気のような人間かまたは特殊の仕掛けによって殺されたということになりますねまあそうだ部屋へ入る前に 異常はなかかったでしょうかそれもないらしい廊下にいるメイト家政婦に冗談を言いながら入ったんだそうだから体に異常などがあったはずはない他に何にも変わったことがなかったでしょうかたった一つある死体の左手に手紙を一通持っていたように思うが それが騒ぎの最中に亡くなってしまって、どうしてもわからない。手紙伯爵へ来た手紙でしょうかそれとも自分の手紙だったでしょうか茶色いハトロンの安封筒だったと思うから、私へ来た手紙ではあるまい。ことによると、メイがよく知っているだろう。ああ、ちょうどいいところへ来た。 この吾妻屋の前へしょせいとラケットを持って飛び出したのは海原伯爵のめいで栄子という美しい女性でしたもう二十歳くらいでしょうが美しいうえ陽気で開けっぱなしで実に鮮やかなおてんばぶりを発揮します叔父伯爵がさしまねくと小うさぎのように飛んできて2人の前へ立ち止まります あら、ぐさんいつの間にいらしたの今日はどんなことがあったって返しはしませんよこの間の敵を打ってキュキュ言わしてあげるから美しい素顔をのぼせさせてはあはあ息を弾ませながらものを言う様子は目の前へパッと咲いた桜のような感じのする女ですなんという行儀だ第一に挨拶をしないかいきなり敵を撃つなんて なな言葉じゃないか伯爵は妙なところへ神経を尖らせますテニスのことよなんだつまらないおじさまどんなご用可かわいらしく首をかしげてラケットにほおずりしそうなポーズになります空色の薄いセーターに運動靴短く刈り込んだ柔らかい毛が 春の光をビロードのように吸い込んでいるのも美しい限りです。英子さんは、死んだ大川が手に持っていた手紙のことを、詳しく知っていたようだね。まあ、そんな話をしていらっしゃるの千草さんはここへいらっしゃると、新聞系を出さないお約束になっていらっしゃるのよ。新聞記者ではなくて、今日は探偵なんです。その手紙というのを、詳しく説明していただけませんか ええじゃあお話ししましょう急に真面目な表情になって英子は言葉をつなぎますハトロンの封筒で字は確かに大川が自分で書いたのよ「神田町」とだけは見たんですがあとは覚えちゃいません新しい切手が貼ってあったようですから大川が書いてまだ出さずにいる手紙だったでしょう それがいつどうして亡くなったんですまあ変な探偵さんねそんなことが分かればなくしなんかしないわ私がお医者へ電話をかけてもう一度書斎へ飛んでくるとその時はもう大勢の人が入っていて大変な騒ぎをやっていたようでしたが確かその時はもう手紙はなくなっていたようよそれだけかうん じゃあ、もうよろしい。あっちへ行っても。まあ、伯爵が庭の方を顎で示すと、英子は少し機嫌を損じたらしく、むっとした顔でくるりと背を見せます。探偵さん、お話が済んだらいらっしゃい。テニスで油を取ってあげるから。あれだ。この説の女は、 本当にしようがない。伯爵はいとも苦々しげに。その後ろを見送っております。2> 第二の予告。それだけですか、伯爵。いや、これだけなら、別に私も驚かない。 世の中には随分暗号というものがあるからどんな間違いでこんなことが起こらないものでもないと諦めてしまったかもしれないところが例の予告の手紙がまた今日も私の手元へ配達されたえこれを読んでくれたまえ。伯爵の差し出したのは前のと同じような西洋封筒 同じような粗末なカードに同じような郵便局の墨汁で日日生き延びた。3月13日には容赦をせぬぞ。年前の女より。少し言葉も多くなっておりますが伯爵の身代わりに大川を殺したのはこの無名の復讐者にとっても甚だ不本意だったことは明らかです。 3月13日というと明日だこれは捨ておけません警察へそう言ってすぐにも手配をしなければいやいやこんな昔の恥をさらすくらいなら私は死んだ方がいいそうでなくてさえこの説は我々仲間になんとか非難される人が多くなって世間を騒がしているではないか それに臭いもの見知らずで私なども随分声を大にして強風運動などをやったが今となってはそれも決まりが悪い23年前の放落な生活に思いを馳せたのでしょう伯爵は思わず淡麗な顔を伏せて目をつぶりましたそれではどうしてこの不思議な襲撃者を防がれるのですか そのために、君をお願いして、明記者千草十次郎君の手腕に信頼して、私は一切をお任せしようと思う。私は思わず爪を噛みました。どうだろう私の願いを聞き入れてはくれまいか私でできるだけのことはいたしましょう。が、 助手を一人呼んでいただきたいと思います早坂勇といって私の部下の外交記者ですが非常に忠実な男で頭や筆より足で種を取るから足の勇という愉快なあだ名をつけられておりますこの男なら決して伯爵の秘密を漏らすようなことはありませんどうかそのあたりのことはよろしくやってもらいたいでは すぐ使いをやりましょう左の手のの手疑問何のようだい使いを出してから三時間目に足の勇は伯爵家の応接間に入ってまいりました少し柄が大きいくせにダブダブの洋服を着てお小遣いはあまり持っていたためしはないが その代わり、あいかつな微笑を欠かしたことのないという男です。大層遅かったじゃないか。どこにいたんだ上野さ、ポン引きの心理研究をやっていたんだ。面白いぜ。あれは君、一種の芸術だね。何をつまらない。それより、白尺へ挨拶をしないか。ああ、そうか。私は、早坂勇です。 私は海原、うなばら。ちぐさくんには昔からご婚儀に願っております。どうぞよろしく。今回はまた、とんだ面倒なことをお願いするかもしれんが。しごく結構です。なるべく面倒な事件ほど面白いんで。何をつまらないことを言うんだ。つまらないことってやつはないよ。さあ行こう。どんな話だ 足の勇へどんなことを話したかここへ繰り返す必要はありません伯爵からも事件の経過を隠すところなく話してさてどうしたものでしょう早坂さん3月13日というとあと56時間しかないが伯爵の言葉を抑えるように何ご心配はありませんよ 頭の悪い犯罪者ほどかえってそんなことをするものですそんなことでもしなければ相手を驚かすことができないからです早坂大層君は賢そうになったじゃないか賢いのは俺の時代よ普段はこれにバカでいぶしをかけているだけのことさそれはそうだその23年前に捨てられた婦人というのは今生きていたらいくつくらいになるでしょう 四十五六にもなるでしょうかその夫人は雇い人かなんかに化けてこの屋敷の中へ紛れ込んでいるようなことはありませんかそれはありえませんその夫人の身寄りとか親類とかいうものはそれもありません近頃は身元の確かなものでないと決して取らないことにしてありますから とにかく書斎を一応拝見させていい。たただきたいどうぞ。伯爵に案内されて書斎へ行ってみましたがなるほど小さい部屋でこれが伯爵の書斎かと驚くほどですが神経質な人にはまれに小さい書斎を好む人がありますから伯爵自身の好みといえばこれもやむを得ませんがちょうどはなかなか贅沢でその辺りに置かれた小物には こんな家でなければ見られない高価なものがたくさんあります。こんな品は一つも紛失しませんでしょうな。なくなったものはありません。現金は現金はこの書斎へは置かないのです。急所急所をこう問いながら、足のいざムは目と手でせわしく活動します。書生さんは、 手紙を左の手に持って死んでいたと言いましたね。そうです。確かに左でした。左利きではなかったのですかいや、そんなことはありません。左利きの所勢は、戦国テニスをやっていた小村という方で、死んだ大川は、普段小村の左利きを冷やかしていました。おかしいぞ 足の伊佐ムは目を半眼にどこともなくじっと見つめながらこうつぶやきます。何がおかしいんだ伊佐ム。そうじゃないか。君は新聞くりは重いが探偵の真似事はまるっきりダメだね。いいか。左利きでなくて左に封筒を持つのはどんな時だ。君のいい頭で考えてみてくれ。封筒を書く時か。 風を切るときか。もう一つある。切手を貼るときか。そうだそうだ。さあ面白くなってきたぞ。足のイサムの活動は目覚ましいものでした。失礼ですが白尺、郵便切手はどこに入れてあります？テーブルの左の引き出しに小さい切手入れがあるでしょう。 ええ。塗り物の中を開けてみてください。切手が二三十枚入っているはずです。大川が死んでからこの書斎は使いませんが、その前に入れた切手はそのままあるはずです。ありません。白爵、切手入れの中は空っぽです。思い違いではありませんかそんなことはない。私は毎日手紙を出すが、 切手は必ず二三十枚は用意してある。現に大川が死んだ日の朝も、切手箱には切手がたくさん入っていたのを記憶している。そこで、白尺は切手を舐めて貼るようなことはなさらないでしょうな。そんなことはしません。さあ、匂いよ,いよもって面白くなってきたぞ。白尺、この匂いを嗅いでみていただきたい。 あとでちぐささんも嗅いでおくといいな。あんずの匂いがしませんか破綻鏡や鏡人水などと同じような酸味のある匂いです。切手入れの塗り物の中に足のいさむが言うとおり、ほのかにあんずの匂いがこもっているような気がいたします。生産だそうだ、ちぐささんは気がついたか。 伯爵を狙う者は誰だかわからないがとにかく伯爵の書斎に忍び込んで切手入れの中の切手全部の裏へ生産を塗っておいたのだところが伯爵は切手の裏をなめるような下品なことはされないからいつまでたってもご無事だがその日の朝たまたま用事があってこの書斎へ入ってきた書生がテーブルの引き出しを開いていて中の切手箱が見えるから ゲスの浅ましさでつい一枚切手をくすねる気になった。夕べのうちに書いて封をして出すばかりになっている手紙を懐から取り出して左の手に持った。右手で引き出しの中の切手箱から切手を一枚取り出し、その裏をなめて手紙へ貼った。切手の裏には猛毒薬精酸が塗ってあるから、 あっという間もなく死んでしまったのでしょう世の中に血の通っている人間にとって生産ほど恐ろしい毒薬はないある法医学博士は生産を舐めるのはたぎり返っているボイラーへ水をぶっかけるようなものだ命は瞬間に耐えると言った何という芦野の勇の頭の良さでしょう 私も白爵もあっけにとられて、その現場を見ていたような素晴らしい仮説に傾聴してしまいましたところで人間が青酸を口の中に入れると人間の五体を流れているヘモグロビンがその酸素または二酸化炭素を失って青酸と結合したちまちちアンモクロビンとなるしかもこの変化は実に瞬時に電光的に行われる 生産中毒者は血色が洗礼になるのはそのためだが炭酸ガス中毒者の血液も炭酸または二酸化炭素を失って一酸化炭素とヘモグロビンと結合するから血色が洗礼だ生酸中毒を炭酸ガス中毒と間違えたのは無理もないことだがもう少し早く気が付いて死体の科学的検査をすると何もかも分かったはずだ 死体は仮装にしてしまったでしょうな白伯爵が無言に頷くのを見て、足の勇は大きくため息をしました。どうも仕方がない。伯爵の代わりに諸生が死んだ。諸生の手にある手紙の切手にはまだ生産が残っている。犯人は土作さ,さんに紛れて死体から手紙をむしり取り、どこかへ容量よく隠してしまったのだろう。 白鮭が切手を舐める習慣がないとすれば、切手箱に生産のついた切手などの入れておく必要はない。すぐ引き出しの中から全部の切手を抜いてしまって、人目につかぬ方法で焼くか捨てるかしてしまったのだろう。これも当然のことだ。すると、この家の中に、私の命を狙う者がいるということになるわけですな。 お気の毒ですがそうより他に考えられません3人は狭い書斎の明かりのもとに顔を見合わせましたこの上はご家族の方はもちろん奉公人も全てこの家に住んでいる者全部にお引き合わせを願いたいイサムは伯爵にこんなことを申し入れます 首実験早坂様とおっしゃいましたな私は白色家の取り締まりをいたしております長谷部雄三郎と申しますちょんまげと対等を取り払ったばかりの古風な老人はいとも丁寧に一礼して家族奉公人を一人一人所在に呼び入れます自身は 生産などと関係のありそうな存在ではありませんからこれは全く問題外ですええー、こちらは殿様のお名子様で A 子様とおっしゃいますお年はいやな汗べ年なんか言うものじゃなくてよツンとした A 子は赤い燃え立つような絹のブラウスを着て存分に開けっぱなしな顔に 老人の時代、錯誤を憐れむような笑みを浮かべます。ちぐささんなんて馬鹿なことをなさるの。ずいぶん滑稽ね。この方は一体どなた人をじろじろ見てなんという失礼な方でしょう。あら、そう。あなたのお友達。どっかぼっちゃんぼっちゃんして可愛らしいところもあるわね。なんておっしゃるな。足をいさむさん。 足のイサムですって。<laughs> 足が達者だからそう短距離なの中距離なのレコードは何ランニングの選手じゃないの新聞のタネとりまあ言うだけ言って英子はさっさと出て行きますこの方は鏡賀見照子さん当家の家政婦でございます お生まれは北海道私はああそれを申しては失礼だとか言いましたなわずかに顔を上げたのはまだ若い割にくすんだ様相をした婦人いや娘と言った方がいいかもしれませんとにかく無口な上品な夕顔のように寂しいところのある女性ですこれも、 足のの無遠慮な視線にすくめられておびえた小鳥のように逃げかえってしまいましたあれはかわいそうな娘です両親を失って路頭に迷っているのを紹介する人があって引き取りましたがあのとおり真面目で忠実ですからただいまでは家政全部を任されて取りさばいております長谷部老人は

その中には変わった人間もおりますがこれとても言うほどのことはありません最後に出てきたのは十二3と見えるか弱そうな青年コバルト色の背広にラッパズボンを履いた年寄りが見ると胸を悪くしそうな風亭です若さま慶太郎さまでございますそれでも家父の長谷部は

父伯爵が追い返してしまいます第二の犠牲あくる日伯爵の不安と大脳を見かねて私もイサ勇もとうとう伯爵家に泊まり込んでしまいました幸い社の方にも忙しい仕事はなく間がよく行けば この種が大物になるかもしれなかったので、編集長の了解を得て、しばらくはこの事件に没頭することになったのです。3月13日は、こうして賑やかに暮れてしまいました。伯爵霊師の慶太郎というのは実は養子で、実子のない伯爵はこれを名の英子と一緒にするつもりでいるようですが、どういうものかこの二人は全く性が合いません。 しかし遊び友達にはどちらも誠に結構な人物でした屋外遊戯の部に属する者は栄子は何でも心得屋内遊戯に属する者は慶太郎が何でも相手になってくれます夕刻までまず何事も起こりません伯爵は鉄頭鉄尾私たちと一緒で一日の大半は絵画の客まで暮らしていました おお風呂をお召し遊ばせと女中が来たのは4時頃一応私と芦野勇に勧めましたが立って辞退するとそ伯爵は応用に立って風呂場の方へ行ってしまいました後に残ったのは私と芦野勇と英子だけしばらく話に夢中になっていると 急に、実に急に風呂場の方からただならぬ絶叫が聞こえますはっと驚いて飛んでいくとお勝手の真後ろにある風呂場はもう人間いっぱい早くく電話をを先生へだ博士ももう行けないともかくお体を外へ大変な騒ぎをやっております 私と芦野勇はハッと顔を見合わせました一日見張っていたかいもなくほんの少しばかりの油断で伯爵がやられたのではないかと思ったのですが人をかき分けて中の様子を見ると風呂の中でそっとをしたのは伯爵ではなくてあの体の弱いのを自慢のようにしている養子の慶太郎だったのですどうした何 2> 太郎が2階の大きい書斎の方から降りてきた伯爵はこの場の様子にさっと顔色を変えましたああとうとうなんという悲痛な言葉でしょういきなり駆け寄って慶太郎の濡れた体を隠すように抱き上げました 間もなく医者が来ました診断の結果病名は心臓麻痺。何の変哲もなくそんな簡単な文字で青年一人の命を片付けられてしまいましたが伯爵と足の勇と私の胸はそれでは収まりません「天才的殺人」 ちょっと起きてくれないかなんだ足の勇が重大そうな顔をして私の枕元に立っております。昨べ一晩考えて大変なことを発見したんだ。まだ誰も起きないうちに実験したい。ちょっと立ち会ってくれ。よし。私がガバと飛び起きました。昨日の手際で、 この男の異常な頭の働きはよく見ておりますから、ただならぬ顔色を見ると、一瞬もじっとしてはおられなかったのです。風呂場へ行くんだ足のムはぐんぐん私を引っ張って、夕べの悲劇の後に案内します。なあ千草く君。感電して死んだ人間の体はどうなるか、君は知っているだろうな。 伝文とか樹脂縄文とかいうのが現れるそうだな俺は見たわけではないがものの本で読んだことがあるよ早朝から人を叩き起こして不思議なことを聞く男ですがその真剣な顔を見ると怒ることもならず真面目に挨拶させられますその通りだ血液や神経の経過に従って高圧の電気が体に流れるから 体に木の枝を逆さまにしたような反紋が現れる。乾電子ほど分かりのいいものはないよ。ところが、低圧の電気で死んだらどうなると思うわからないな。俺もそれがわからないので、夕べ一晩考えたんだ。今朝明るくなってからようやくわかった。いいか人間の死ぬような電力は、体質によって多少の違いはあるが、 まずどうしても500ボルト以上の電圧だ普通1 0 0トの透過用の電気や電熱用の電気では人間は死ねない馬は5 0トくらいの電気でも死ぬそうだがこれは別だところで透過用や電熱用の低圧電気で人間が死ぬ場合はないものだろうかいろいろ考えたが一つだけは確かにあることが分かった それはおい驚くな風呂へ入っている人間へ電気をかけるのだよ畳の上にいると大地へ裸足で立っていると下駄を履いていると病を打った靴を履いているとで人間の体に電気の感じ方が違うのは誰でも知っているだろうそれは簡単に言えば電気の流れようが違うからだ。 水の中に全身を浸していると接触が完全で電気の流れようが十分だからこんな上等な量動体はないその場合人間の血管や神経はヒューズになり心臓は伝統になるのだ見たまえこれだ足のムの指さしたのを見ると昨夜慶太郎が死んだ風呂の上にはニッケルメッキをした水道の蛇口があって その蛇口の後ろの壁には、ほんの火箸が通るほどの穴が開いているのです。なんだこれはこの裏はすぐおっただ。電熱器から火箸で蛇口へ電気を伝えさえすればいい。湯を少し熱くしておけば、頼まなくとも風呂へ入っている人は蛇口へ手をかけるよ。100ボルトの電気でも、 全身湯に使っている人の手から伝われば、心臓の弱い人なら、決して殺せないことはない。伯爵はあの通り太って心臓の弱いのを気にかけているし、身代わりになった坊ちゃんは、それにも増して、ビロードのような脆弱な心臓を持った青年だ。湯へ入っているところへかけられたら、ひとたまりもあるもんじゃない。全く心臓が丈夫なら、 1 0 0ボルトの電気では死ねなかったろうよ。あ、ほんとか。そんなことができるのか。できるかできないか。とにかく、昨日は3月13日だ。そして、フローへはあの時、白尺が入るはずだったんだ。女中に呼ばれて来てみると、坊ちゃんの方がお先へ失敬して入っているから、白尺はそのまま2階の書斎へ行き、かわいそうに、 養子はその身代わりにビリビリとやられてしまったのだよ実に恐ろしいことを考える人間があったものだ私はほとんど口をきくこともできませんでした足のイサムの推論には少しの隙もありません蛇口の後ろの壁の穴その裏はお勝手の電熱器。長い火箸大変だ すぐにも警察へ。ダメだよ。博士は心臓麻痺だって診断したし、白尺はあの予告をどうしても発表しないだろうし、騒いだって何にもならないよ。低圧電気で死んだ死体は解剖したってわかるわけはない。もう少し見ていよう。今度は、どんなことがあったって逃さないぞ。不意に、絹ずれの音。 飛びつくように障子を開けると女中が二三人あくびをかみしめながら起きてきたところでした最後の予告その日の午後私と芦野勇にあてて不思議な手紙が舞い込みました例のカードへ、 切裂極まる字で命が惜しくば手を引けこれだけ書いてあるのです消し印はつい近所の郵便局明らかに脅迫ですが何を考えたか芦野勇はその不思議な敵の命令に従って素直にこの屋敷を引き上げようというのです一番驚いたのは伯爵でしたがこの上立って引き止めるわけにもいかず また引き止めたところで芦野勇は聞き入れそうもありません万一何か重大な変化のあった時はすぐ駆けつけるという約束でひとまず2人は伯爵邸を出ることになったのです警官をお頼みになっては別れる時私はくれぐれも伯爵に忠告しましたがこの尊大な貴族はどうしても聞き入れようとしませんそればかりは 君の忠告に従われないどうかまたお願いしたらすぐ来てくれたまえ伯爵の顔にも隠しきれない悲痛な色が動きます伯爵にも増して心細がったのは姪の A 子と家政婦の照子でしたしかしこの美しい2人の婚生も足の勇の決心を動かすには足りませんそれから7日8日 不安のうちににも無事に過ぎました。時々伯爵家を訪ねてその後の様子を聞きましたが慶太郎が死んで後は不思議なくせ者も攻撃の手を緩めたかしばらくは何の音沙汰もありません9日目の晩伯爵家から慌ただしく電話がかかってきました用件は言わずにともかく2人で大急ぎでやってきてくれというのです 心待ちに待っていたらしい足の勇を促して円卓で伯爵邸に乗り付けたのはやがて真夜中近い自分でした玄関まで迎えに出た伯爵はすぐ2人を2階の大きな居間へ案内して座も定まらぬうちからとうとう来ましたよ3回目の予告がさすがに顔色を変えておりますえ本当ですか これを見てください。伯爵の手から渡されたのは、例のカードに例の悪質で、3月23日が最後だ。今度は逃さぬぞ。と、引きつったような不気味な文字が精一杯の威嚇と呪いにのたうっております。もうお犠牲者を二人出した。今度はいよいよ私かもしれない。 さすが一時正解の怪物扱いをされた伯爵もこんな心弱いことを言って怯え切った瞳を辺りの闇に投げますいよいよ警察の力を借りる時ではありませんかいやそれは困る伯爵の決心はまだ動かすべくもありませんそれでは2人でともかく明日1日警戒してみましょうどうかそういうことに願いたい 他に方法はない。伯爵私に少しばかり考えがありますが入れてくださるでしょうか足の芦野ムは思い定めた様子で申しますどうぞ何な,なりと決して私はあなたの意見に背かないつもりだそれでは明日一日私に一切の命令権をお譲り下すって一挙手一投足も ことごとく私の言葉に従っていただけるでしょうかそれくらいのことは何でもない。ご家族や雇い人の方にも、明日一日だけ、絶対に私の命令に従うということを誓わせていただきたいのです。お安いことじゃ。不思議な約束は、こうして成り立ちました。殺人鬼の正体。 足の勇の戦後は3月23日の夜が明けると同時に始まりました実に応暴極まる主人で雇い人は申すまでもなく英子も照子も朝の食事の時はもうすっかりこの新主人イサムの着狂のいじめた戦断に腹を立てていました相手は非常に危険な人物だ容易なことでは勝てない というのがイサの勇の意見で伯爵以下家族奉公人全部を会花の大サロンに集め四方の門はもちろん玄関も勝手口もあらゆる窓という窓をことごとく締め切っていましたサロンに集まった人間は全部で15名これがこの家に住む全員です食事一切はパンと缶詰物で間に合わせ女中をお勝手へも立たせません 15名全部に対して厳重に身体検査をして狂気薬品類を持っていないことを確かめたことは申すまでもなく微量な話ですが一人では便所へ立つことも許さないという厳重な警戒ぶりです何だってこんなことをなさるの坊ちゃん勝ち着物の栄子は一番先に芦野勇に食ってかかりました見えざる敵に備えるためです そんなものはどこにいるの諸星の大川さんと慶太郎さんがその敵にやられました。お嬢さん、今日一日だけ我慢なすってください。嫌ですよこんな牢のようなところへ入れて。私は一日外へ出ないと病気になるんですこの娘では、なるほどさもあろうと、私は微笑ましい心持ちになりました。ちぐささん笑いましたね 覚えてらっしゃい。あなたもこの仲間でしょうさあ照子さん私ども二人だけ出してもらおうじゃありませんか今度は家政婦の加賀美照子を誘いにかかりますそれでもどうやらこうやら日が暮れて不思議な晩餐のテーブルが持ち出されました食べ物といってはパンとソーセージと缶詰物と菓子と それから飾り皿の果物だけ雇い人たちはそれでも神妙にしておりますが英子の感触はもう爆発しそうになっておりますこの時「こんなことをして何かの足しになるでしょうか?不意に」ふいに不思議な晩餐の席からあざけるような声が起こりました若い女の美しいアクセントですが 英語ではありません見えざる敵とやらがこんなことでおそらって引っ込んでいるでしょうか。なんという妙な言い回しでしょうぞっとした心持ちで声の下方を見ると果物の皿を持って食卓の人たちに食後の果物を分けてやろうとしている家政婦の加賀見照子の口からものすごい言葉が出ているのです。 髪を一束につかねた黒っぽい幼藻の娘が沈鬱な目をあげると鼻筋の通った口元の締まった美しい顔が異常な魅力を発散して一座の人を惑乱しそうです何？何を言う？伯爵は愕然として立ち上がりました化け物の正体を今初めて見た人の驚きは その顔を愛のように真っ青にさせますお前か白尺は家政婦の顔を指さしてわずかにこれだけ言いましたまっすぐに突き出した指はわなわな震えて続く言葉は喉の内にかすれてしまいますなんだなんだ何をするんだ書生運転手園庭など 屈強な男たちは主人の大事と見て立ち上がりました。いざといわば、このか弱い女の上へ猟犬のように飛びかかろうとしましたが。騒ぐと、騒ぐとためにならないよ。みんな静かに惜しい。私の手には、世界で一番強力な爆弾がある。これを投げると、いっぺんにお前たちは粉々になって飛んでしまうよ。 黙って私の言うことをお聞き。驚いたというわけでもなかったでしょうが、競い立った男たちも思わず顔見合わせて息を呑みました。悪食さあ、私の顔をよくご覧。23年前に捨てた女に似ているところはないか母親は、お前に捨てられてから犬のように10年も生きたよ。 それから、誰のこともわからぬ私を産んで、時々正気に帰っては、仇を撃ってくれ。相手は伯爵のなんだ。名前は知らないが、お前が生まれる前の年、東京へ帰って、家督を相続した男だ。その男を見つけ出して、八つ咲きにしてくれ。 女の恨みはどんなものか、思い知らせてやるんだ。母はそう言いながら、野良犬のように死んでしまったよ。私は情け深い人に拾われて、相当に学問をさせられた上、ある科学者の研究室に長いこと助手をしていたが、母の仇というのは海原伯爵と分かって、二年前に素性を隠してここへ乗り込んできたよ。 一座はもう口を聞く人もありません家政婦の気狂いじみた声がものすごくもサロンの隅々に響き渡ります私の先生の科学者はいろいろなことを私に教えてくれたそれを一つ一つお前の命へ試みるのだ生産と電気と 二度までは身代わりを殺して助かったろうが、今日はどんなことがあっても逃がさないぞ。さあ、白爵、覚悟はいいだろうな。私の脈管には、用を呪い、人を呪う親譲りの悪血が渦を巻いている。容赦や手加減というものは、私のようなもののすることではない。白爵と一緒に死にたい奴は、 みんんな一緒に集まるんだ。青白い憂鬱な顔も少しのぼせて半殺しにされた毒虫のようにわなわな震える唇美しい方の肉は醜く引きつって目は魔人の像のギアーマンの目玉のようにギラギラとうつろな光を投げます美女が悪気に変わった総合の不気味さは ままとももに顔も向けられません。サロンの中にいる十五人の驚きは言葉にもつきませんこの一番無難らしく見えた寂しい美しい夫人は世にも恐ろしい殺人鬼の仮面に過ぎなかったのです「芦野勇は誰?」 わという恐ろしいどよみとともに右往左往する人の流れがただサロンの中を渦巻いてむなしい努力を続けております逃げられまいあのバカな坊っちゃんが四方のドアへ鍵をかけたはずださあここで切り札を投げよういいかとののしりたける女の前へぼんやり突っ立っているのは足のイサムです この騒ぎの中、この男ばかりはいささかも驚いた色がなく、ものすごいテルコの顔を眺めてニヤリニヤリとしているのはどうしたことでしょう。おいおい女その切り札というのを投げてみろよちょうど食後に一つ欲しいところだ皮を剥いて食ってみせるよ何遠慮することはないよ放ってみろよ おらなくてさこれが一つ、お前たち二十人くらいは楽に殺されるはずだ飾り皿の中のリンゴへ手をかけて、テルコはハッと驚きました。あっ,っあっアルなあ、女。お前の最後の切り札というのは、博物の標本に作ったハリコのリンゴの中に精巧な爆弾を仕込んで、 その皿の本当のリンゴの中へ忍ばしてあったんだろう。それならば、とうの昔に俺がとって安全な場所へ隠してしまったよ。その中にあるのは本当のリンゴばかりだ。遠慮することはない。異性よく放ってごらん。なあ、女。白尺も若い時悪いことをしたにはそういない。お前の母親を捨てたのは、 何と言っても償うことのできない罪だけれどもお前もそんなにしつこく人の命を絶つには及ぶまい人間2人を殺したら大抵目が覚めてもいい頃だ一座は死因として芦野の勇の話に聞き入りました爆弾を隠したと聞いた安心にがっかりして動けなくなったのかもしれません 足のいさむは言葉を続けて。そんな無法な復讐は許されないことだお前はお前の無法な復讐の犠牲に償いをしなければならない警官はもう来るはずだそれあの門を入ってくる足音がお前にも聞こえるだろう気の毒ではあるがお前のような殺人鬼はこの世へ放し飼いにしておくわけにはいかない それ。後ろ手にドアを開けるとさっと飛び込んできたのは警官ではなくてそこへ立っている足のイ野ムそっくりなもう一人の足のイ野ムですいや遅れてすまなかった警官はすぐ後から来るはずだ先の足のイ野ムの方がいくらか年を取っているようですが服装から態度から口調まで 並べてみても紛れるほどよく似ております。お前はなんだ、お前は。驚きと恐れと激しいふんぬにおののく女の目の前へ。わからないか。俺は警視庁の花部曹一郎だよ。驚いたのはテルコばかりではありません。思いもよらぬ名探偵の出現に一座は開いた口もふさがりません。 えっ悔しいこうなればお前の世話になるものか花房一郎の方の足の勇が飛びつく紐もなく女の手は素早く口へ辺りはプンとあんずのにおいがしますあまだ生産カリを持っていたのか言いも終わらぬに殺人鬼加賀美京子の体は。 ののように床の上に床上倒れてししままいました。最初伯爵の話を聞いた時私千草十次郎はこの事件の容易でないことを知りましたが伯爵はどうしても警察の手に委ねることを拒んだので懇意な名探偵花房一郎の隠れ家に手紙をやって芦野勇に化けて海原伯爵邸へ入り込ましたのです。 この私の勝手な処置についてはくれぐれも伯爵にわびましたがこれほどの重大事件と分かってみれば私のやったことに対してかえって伯爵は感謝するばかりでしたあとでどうして殺人鬼の正体を突き止めたかと花房探偵に聞くと何でもないよ犯人は家の中にいることは確かだから一番身元の不明なあの女を調べたんだ 紹介者から知人をたぐってあの女がかつて有名な科学者のもとに助手をしていたことが分かった時は閉めたと思ったよ生産のトリックや低圧電気の利用は並大抵の人間の気の付くことではないそれから伯爵邸をちょっと引き上げた時大急ぎで神戸へ行って洗ってきたんだあの女は母親の遺伝を受けて恐ろしい変質狂だが ちょっと見は正気の人と少しも変わりがなかったんだ。しかし白尺も悪いさ。なんとか罪滅ぼしをさしてやりたまえ。そんなことを言っております。それから間もなく、私と二人の足の勇に栄子を加えて、内緒で慰療会を開きました。その時のバカバカしさと面白さは、ここでは、 申し上げられません。